白と藍色の色合いが綺麗な T シャツや、葉っぱの模様が可愛らしいトートバッグ、鮮やかな藍染めの商品がずらりと並んでいます。広大な畑が広がる美瑛町、この美瑛ならではの景色を望む場所にあるのが、藍染めの体験などができる藍染め結衣の森です。敷地内で藍も栽培されているこの施設、手がけたのは旭川で116年続く老舗の染め物屋、水野染工場、去年の夏にオープンしました。伝統の藍染め文化を守っていくこととして、栽培から藍染め、そして食べる食育までを一環として、テーマパークとして皆さんに楽しんでいただきくることを目的としています。簡単にしかも短い時間で仕上げることができるという藍染め、記者も T シャツで村雲絞りという技法に挑戦してみました。 T シャツはシワを寄せながら生地をボール状に丸め、輪ゴムでしっかりと縛ります。水で濡らした後に藍の葉を発酵させて作られた染料に1分間つけます。まだ青じゃないんです。実は藍染めって最初は緑色なんです。ここから空気に触れることでどんどん酸化していって、いつものお色になっていきます。もう一度染料につけてから輪ゴムを外すと、開きます。あ、すごい。おー、すごいおしゃれですね。色止めなどの工程を経て乾かせば、まるで青空と雲のような T シャツの完成です。非常に自然な仕上がりでいい感じです。唯一無二のオリジナルの模様というのもまた嬉しいですね。この日は本州から観光できた親子も体験していました。大きな筒にシャツを巻きつけて、あえてシワを寄せて模様を作ったり、染料につける生地の範囲を調整したり、さまざまな技法で藍染めを体験。イメージ通りに染め上がって大満足の様子です。自分でやったっていうのがあるので、まあ、だいぶ思い入れがあって大切に着てみたいなっていう気がしますね。はい。館内にはカフェも併設されていて、敷地内で栽培された藍の新芽のお茶を飲むこともできます。雨で時間を短くしてしまって時間が空いてしまった、さあどうしようという時にもフラッと寄っていただける一つのスポットとしては活用の方法があるかなと考えています。美瑛の大自然の中で楽しむ藍染め、自分だけの作品とともに特別な思い出も作ることができる観光スポットです。